さあ行きましょう。おはようございます。やっぱ番長行くね、番長行くね。松橋がねえんだよな。松橋がねえ、ダメだ。サラバン、松橋がない、松橋がない。やばいやばい、ああやばいやばいやばい。絆行こう、やっぱ松橋の隣行こう。見極めですわ、今日は。隣の松尾八を見ながら、どんなもんじゃいと。絆プロ、はい、おはようございます。しんのすけでございます。本日日付が10月の18日気候な高井田店お邪魔してます。入場抽選が140人中の7番ということでですね、お待たせしました。半年以上ぶりでございますね、絆プロ。2万円負けたら即引退というルールの中でやっていきたいと思います。で、まあ、前回、ご覧になった方、ハーデ戦だったかな、神頼みのハーデ戦、まあ、結構松尾八角どうしたのっていうところが、見え隠れしてたので、いや見え隠れはしてないですね、見えていたので、果たして今回10月18日の気候な高井田がどういう風になるのか。で、入場抽選7番だったんで、松尾八の絆を取れたら取れたかったんですけど、綺麗にやっぱ前の3人行きましたね。で、慌てふためいて、じゃあ番長はどうだっつったら、番長の松尾八も取られてて、でサラリーマン番長の松尾八も取られてて、じゃあしゃーねっつうんで、まどかの松尾八も探す前、探そうかなと思ったので、ちょっと時間ないなと思ったので、とりあえず初志貫徹絆の松尾八の隣の松尾7を抑えましたので、右隣の台をしっかりとチェックしながらですね、果たして戦えるところなのかどうかっていうところをちょっと、そして自分も結果を出したいと思いますので、今回はかなりマジですね、かなりがつかない本気ですんで、はい、応援のほどよろしくお願いします。絆プロです。行きます。まあ、ちょいちょい忘れてるとは思いますけれども、体の方は覚えてますので、まあ、10分も打てば、ああ感じになるんじゃないかな。世間は11月27日で23対7に出てますね。来年2月でいよいよ緊急事態運動官軍、あと6号機が現状、絆が確約で打てる時期っていうのは来年2月まで、2月以降どうなるかまだ分からないです。絆打ってる方はね、時折見せる巻物の行方不明にイライラしちゃったりもするんですけど、僕に関して言うと、もう巻物は引けて当たり前っていう風に思ってる風潮があるんで、例えば200-300gm 巻物になってもあんま気にしない
待ってそうぞ。で、弱者が4回5回目かな5回、チャーメンを4回引いてますけれども、ちょっとボード自身まで上がってるではないですね。中、愚かの神が神を守り殺して、飛行機を身につける中、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 
ラクゲームなんですけれども、引いた巻物が2回ということで、ワクワクします。この後すげえ勢いで巻物引くことあるんですよって僕は思うよ。それがだからどこのシチュエーションになるかね。
け、ようやった。
で投手15本使ってますけど、まあ、松本がちょっと弱いかな。その分初当たりが引けてないんで、初当たり引けない分投手が15本膨らんでるっていう、そういう感じです。ディフェンスの前は設定2で、まあ、コード1個のいいテーブルをループしている、もしくは、まあ、4、4にしてはちょっと弱点が弱すぎる、まあ、それ以外はしっかり AT の初当たり引けてるんで、さあボードシーンだぞ、お前上がっとけ、あたたかーございます、あたたかーございます、怖いよね、わかる、わかるよ、サークル、レッツゴー、頑張ります、適応できました、頑張って6ベル出ねえから、6ベル逆にマジリーチャンス、お見事です、帰国収集、日本軍、北中、
いよ、今のレバーうまいよ。ああ惜しい。あー行ってーなー、お母さん、お母さん。痛いよー、痛いねー、今の巻物の途中には痛いねやめない最後まで、うまい。ラストゲーム、今日チェリーはピッシュ勝って投げたらそこで試合終了なわけでござるよ。確定よーさらの流れ来てるよね、来てるよね、流れで、うわっ、ああプロ的な現地から言うと、これは来てます、流れが、
あるぞあるぞあるぞ、釣ってないのが絆なんだけどね。おお、ワンチャン来るぞ無双。集中な、5%のつもりでいくからな。いやだったら1ゲーム目から 5% 引くレバーな。楽しい。でもさ、後ろ3台で振動術してるもんだからね、そういう雰囲気になってくる。中ライブ跡がなくなりました、ミスナプロ。